さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリーツムツム耐久レース。続いてはルミエールさんでございますよ。フィーバーが始まり、ランダムでツムを稼ぎ、急いでやらないと残り10秒で毎ツムを消すミッションが終わっちゃうので、さっさと始めてまいります。ランダムでツムを消すっていう、これランダムでツムを消すっていうのがね、やっぱね、どこが消えるのかっていうのに次を消しやすいかどうかっていうのは結構関わってくるんで、なかなかこれってリスキーなツムだっていう気は個人的にはするんですけどね。ルミエールさん、ルミエールさんの日本語の声やってる人、ちょっとお名前存じ上げない、調べておくべきだったんですけど、僕多分ね、実物って言い方変だな。ご本人を、なんかおしゃれー。さあ、スポットライト当たってるって感じ。なんかね、そのご本人を見たことがある気がするんですよ。というのも、劇団四季の方なんですかね、この方。高1の時に、なんか美術鑑賞みたいなもので、なんだっけ、美女と野獣じゃなくって、オペラ座の怪人を高1の時に見に行ったんですよ。その時に、今からスペクタクルなショーが始まります！ずーって言ったその声が確かルミエールの声の人と一緒だったんですよね。ちょっと特徴的な声だったんですけど、有名なやつで行くと、ボルデモートの声ですよね、ボルデモートの声。これ、もし違ってたらめっちゃ恥ずいんですけど。確かボルデモートさんの声も、ルミエールの声と一緒だった気がする。違うな。覚えてねえな。皆さん、今の、情報は全て、記憶の中から抹消してください。もし合ってたら、違ってたら、どっちも一緒か、っていう感じで、全然足りない。全然足りないわ。やべえわ。もう残り10秒切ってんのにさ、やばい。足りる？足りないよね、これ。無理だー !82 個って、一番ひどいんじゃないか。まあ、そんな感じで、ルミエールさんは、ちょっとスポットライト当てて、シャーンってなっている中で、ツムを消していく、そんなやつでした。ということで、全然足りませんでしたので、次のですね、ミッションをチャレンジしていくと同時に、新しいツムを紹介していきます。ということで、お疲れでした。バイバイ。